1977年の4号線仮上工場と、周囲約500メートル範囲。上が、優別方面。南側に東4号の踏切がある。法明寺という名の寺の敷地に隣接していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成4号線駅は、北海道門別郡優別町あざきんにあった。 北海道旅客鉄道なよろ本線の駅である。なよろ本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。中優別駅から分岐して、優別駅に至る支線の中間に仮乗工場として設置され、国鉄分割民営化とともに駅へ昇格した。仮乗工場時代の一時期は事前に車掌へ降車する旨を伝えておかないと。 乗降場を通過して運行することがあった。なお、このような取り扱いは国鉄の規則に違反するものであった。末期は乗降客がいなくても停車するようになった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北西側に存在した点鉄機を持たない防線駅となっていた。仮乗降場に羊を持つ無人駅で、 駅舎及び待合所も存在しなかった。ホームは、園丸型にスロープを有し駅施設外に連絡していた。板張りのホームであった。当駅の所在地の昔の地域名より、4号線の名は開拓期に5番状に設けられた道路の名にちなむ。また、当駅園丸型を東西に通る道路が、東4号線、西4号線と名付けられていた。年時点で、 サイクリングの休憩場所であるリララの広場となっていた2011年時点でも同様で散歩者用の休憩場所でもあった4号線仮上工場に関するカテゴリーありがとうございます